この話は俺が、というか実家で起きた話。俺が小3の時に母が病気で亡くなった。そして母の葬儀が終わってから1ヶ月後に母の妹、つまりおば、が息子を連れて家にやってきた。おばは母が亡くなる1年ほど前に離婚しており、父も3人の息子を男で1つで育てていくことに、疲れを感じてたんだと思う。お互いに付き合いもあったので、助け合うことにしたらしい。まあ兄と自分はやっとまともな飯が食えると大喜びだったけど。ここで話は少し遡るが、おばが家に来る少し前のこと。その日は土曜日で明日は父も休みということで、俺は父と一緒にテレビを見ていた。もう夜も遅かったので弟と兄は寝てしまい、かくいう俺も父に寄りかかりながら弟としていた。説明しておくと、家は3階建ての一軒家で、外にある階段を登った2階に玄関があるという、珍しい、作りになっている。玄関を上がるとすぐ正面に3階へ続く階段。左の部屋にはリビング。右の部屋は台所になっていて、台所の奥には、1階に続く階段がある。リビングと台所にドアはなく吹き抜けになっている感じ。そんで俺がテレビを見てるのがリビング、兄たちが寝てるのが3階という構図。本題に戻るが、父がテレビに夢中になっている横で、テレビに飽きてきた俺は、なんとなく台所の方に顔を向けた。電気のついていない台所は薄気味悪くあまり見ていて気持ちのいいものではないし、別段いつもと変わった様子もない。ずっと見ているのも怖かったので、再びテレビに視線を戻そうとした時だった。ふと、視界に何かが入る。3階に続く階段から、何かがはみ出ているのだ。よーく見てみると、どうやらそれは小さな足のようだった。それは子供の俺の足よりも小さく、素足でなぜか青ざめていた。家には小一の弟より下の子はいない。第一、弟は3階で爆睡中のはずだ。不思議に思い、父に、ねえ、あれ何？と指差し尋ねる。いいところを邪魔されて不機嫌気味の父と再度階段に目を向けると、そこにもう足はなかった。本当にあったんだよ、と何度言っても父は信じてくれず、だんだん自分でも、寝ぼけてたんかな、と思い、結局その日は父と3階に上がって寝た。翌朝目が覚める。詳しい時間は覚えてないが、自分以外はまだ寝てたので結構早かったと思う。部屋を出て隣にあるトイレで用を足した後、昨日やりかけてたゲームをやろうと思い、リビングに向かう。テレビの上に置いてあるゲーム機、確かポケモン、を取って、再び部屋に戻ろうと階段の方に体を向ける。その瞬間、昨日の足のことが頭を急激によぎった。変な汗が出て、体が動かない。よく金縛りは筋肉が硬直して起きると聞くが、この時のことは今でも鮮明に覚えている。動かないというより動けないというべきだろうか。玄関の方から階段に向けて黒い糸みたいなのが出ている。驚きつつもしばらく凝視していると、それはどんどん束になっていき、そこでようやく俺もそれが何かわかった。髪の毛。かなり長い髪の毛だった。それが髪の毛とわかった瞬間、スーッとそれは姿を見せた。白い和服姿に長い黒髪。横からなので髪が邪魔で顔は見えなかったが、スラッとした女のようだ。ただ明らかにヤバいと子供ながらに感じた。ビビって声も出ない俺に気づいていないのか。一度もこちらを見ずにゆっくりと階段へ進んでいくと、そのまま3階へ消えていった。女が消えた後もしばらく呆然と立ち尽くしていた俺は、ふと我に返ると怖くなり、階段をダッシュで登るとみんなが寝てる部屋に飛び込む。今思えばよく女が消えた方に向かったなと。その後のことは昔のことだからよく覚えてないんだけど、確かそのまま寝てしまったと思う。結局信じてもらえないだろうと思い、その話は誰にも言わず忘れようと胸にしまうことにしたし、それ以降しばらくは特に変わった出来事は何もなかった。ここまでだったら、気のせいだろ、とか、ありきたりだなとか言われて終わりなんだが、この後中1の時におばからある話を聞いて、当の本人の俺にとってはシャレにならんかった。俺が中1になる少し前だったかな。結局一緒に住んでたおばと父は結婚した。
まあそうなると当然のことで、おばに子供ができた。おばの腹ん中に子供がいることが分かってから数日経ったある日、俺は変な夢を見た。俺が学校から帰ってきて3階に上がると、左側にある自室に入る。部屋には誰もいなくて、カバンを放り投げる。そこでなぜか俺は洋服が入ってるクローゼットを開けると、中にかかってる服をどんどん外に放り投げてく。もちろんその時には夢とか現実とか区別つかなかったし、なぜそんなことをやってるのかなんてわかんなかったんだけど、ただひたすらそれを繰り返してた。一通り服を出し終えた後、俺はクローゼットの中に入った。中は狭くて暗い普通のクローゼットだけど、なぜか奥の方にあるはずのない階段がある。俺はそのまま階段を登ると、ドアを一つ見つけ、中に入る。中には子供部屋だろうか。赤ちゃん用のおもちゃがたくさんあって、天井にはよく赤ちゃんをあやすやつ、名前はわからん、がカラカラと回っていた。そしてさらに部屋の奥に行くと、カーテンに包まれてる大きいベッドがあった。俺はそのままベッドに近づくとカーテンをどかし、ベッドを覗く。覗いた瞬間、心臓の鼓動が激しくなる。ベッドには生まれたばかりの胎児が血まみれの状態で横たわっていた。うわ。そこで変な奇声を上げながら汗だくだくで目が覚める。あまりにリアルすぎて最初夢ってわからなかったが、クローゼットん中かき回して階段がないのを確認し、ほっとする。なんか妙にその夢が生々しかったので、不謹慎だとは思ったが、その日の夕方おばにさりげなく話してみる。一通り話し終えると、おばは真剣な表情で、それは男の子、女の子、と聞いてきた。いやわからん。やっぱり心配になるよなー、とか思っていたが、おばはどうも別の心配をしているらしい。あんたらが怖がると思ったから今まで言わなかったんだけど、もしかしたらあんたが見た夢と関係あるかもしれないから話す。ほら、昔飼ってたあんちゃんって犬覚えてる？ああ、覚えてるよ。あんちゃん、仮名、は俺が生まれる前から家にいたトイプードルだ。母の癌が発覚する少し前に病気で死んでしまったが。あんちゃんが病気で死ぬ前にね、姉さんが変なこと言ってたのよ。変なこと？うん。なんか夜中になると小さい男の子と女の子が頭の周りを走り回りながらカゴメ歌を歌うらしいのよ。あの、カゴの中の鳥は、ってやつ？そうそれ。それでその時は私も姉さんも特に気にしてなかったんだけど、あんちゃんが死んだ後、姉さんが癌って発覚したじゃない？それから姉さん狂ったように、毎日私に夜中電話してきたのよね。また歌ってる。私を連れて行こうとしてるんだ。あんちゃんは私の代わりに連れて行かれたんだ。って。もう長くないってお医者さんも言ってたから錯乱してたんだと思ってたんだけど。実は私も姉さんが亡くなった後、ここに来てから変なことがあったの。ここからはおばに聞いた話をまとめて書く。おばが1階の寝室で寝ていると、上の階から走り回る音が聞こえた。もう夜中の3時だというのに子供たちがふざけてるなと思って上へ行ったらしい。2階におばが行くと足音は3階へと逃げていく。これは間違いなく子供らだなと思ったおばは、そのまま3階へ上がったが、そこで違和感を感じたんだと。家は結構古いのでドアが開閉する音は割とでかい。開けたり閉めたりすれば必ずわかる。にもかかわらずトイレ、和室、病室とも完全にドアは閉まっている。不思議に思いながらもおばはすべての部屋を開け、子供らが寝ているか確認したそうだが、全員爆睡だったらしい。気のせいかと思い、おばはそのまま台所で水を飲んだ後、1階に降りようとした。その時おばはふと後ろが気になり、玄関の方を振り向いた。そこには一瞬、幼稚園児ぐらいの背丈、赤と青の着物を着た男の子と女の子が壁の中に消えていく姿がはっきりと見えたらしい。その時に子供の笑い声がかすかに聞こえたそうだ。この話を聞いて、俺もおばに昔見た足と女の子とを話すと、おばはその女の方も見たことがあると言ってた。ただ俺がその時冗談交じりで、その女の霊は母さんだったんじゃね？と言った時に、あれは姉さんじゃない、と真顔で返された時は怖かった。姉さんじゃないという理由はなぜか教えてくれなかった。
おばは霊感があるらしく、若い頃に体験した怖い話をたくさん聞かされてきたので、そのおばと母が見たならやはりこの家は何かいるのかもしれない。結局俺の夢はただの夢だったのか、無事元気な男の子が生まれたのだが、ここでまた不思議な出来事があった。弟が4歳になり、俺が高2になった春。おばが癌になった。正確には転移したとか言ってたかな。早期発見のおかげで手術は成功したのだが、これから話すのは入院中おばに聞いた話。弟が生まれる前、つまりおばのお腹の中の子がだいぶ大きくなった頃、おばは医者からお腹の子が双子だということを聞かされた。だが数ヶ月経つと双子はくっついて一児になっていた。医者から聞いた話だと片方が小さいと片方が片方を吸収してくっつくことがあるらしい。まあ無事にその子は生まれたからおばは何とも思わなかったらしいが、その弟が3歳ぐらいの時のことだった。3歳とはいえ、弟も拙いがだいぶ喋れるようになってきた。だがそんな時期に弟がやたら誰もいない空間に向かって笑っている。笑ってるだけならまだしも、どうやら何か喋っているそうなのだ。気になったおばが弟に尋ねたらしい、誰と喋っているの？と。そしたら弟は、ミネちゃん、と答えたそうだ。ますます気になったおばは、ミネちゃんって誰？と尋ねる。ミネちゃんはユウくんのお姉ちゃんだよ。ママのお腹のお池で一緒に泳いだんだよ。とさらっと言ったらしい。そこでおばは思い出したそうだ。この子はもともと双子だったということを。3歳の子がこんな嘘をつけるはずはないし、双子だということは父以外に話していなかった。俺もこの時初めて知った。し、父も誰にも話してないというから、弟が知るはずもない。それから何日か経つと弟は不可解なことをやめたらしい。おばが聞くと、ミネちゃんはユウくんのお腹の中に入ったんだよ、と言っていたそうだ。後で調べたんだが、赤ちゃんは母体の中で羊水という水に常に浸かっているらしい。だからお池って羊水のことなんじゃないかと思う。それに俺が見たあの夢がもし双子の片割れを意味していたとしたら、ゾッとする。だが俺が一番気になってるのは、あの女と子供の霊は何だったのか、ということだ。あの子供が出るたびに犬が死んだり、母が高い。おばにも癌が見つかるなど、ろくなことがない。偶然なのだろうが、今でも実家に帰るたびにそのことを思い出す。